大ウナギは、上喫なウナギ・木ウナギかウナギ属に分類される魚類。最大で全長2メートル、体重20キログラムに達する。背中側は、高褐色の地に黒褐色のまだら模様があり、腹側は、紅白色をしている。若い個体は、ウナギと同様細長い体型をしているが、大型個体は、胴の直径が20センチメートルぐらいと大人の、腕以上の太さ。 丸太のように太くなる。若い個体は体表にまだら模様がある点でうなぎと区別できる。ただし、個体によっては模様が薄く、うなぎとの区別が難しい場合もある。なお、大うなぎはタウナギとも別種である。タウナギには胸びれがなく、体表のまだら模様もまばらである点から、大うなぎと区別することができる。太平洋とインド洋の熱帯。 亜熱帯域に広く分布し、ウナギかウナギ属、全19種、亜種のうちで最も広く分布している。日本では、利根川ワ遺長崎県以南の暖流に面した地域に生息地が点在する。南西諸島では、大ウナギは、日本ウナギよりも多い普通種であり、かつ、1メートルを超える個体が普通で、奄美大島や沖縄本島では1.5メートルを超える個体も捕獲されている。 川の流れが緩い場所や湖、池、マングローブなどに生息している。日中、岩や植物の隙間に隠れて休み、夜になると泳ぎ出て、獲物を探す。雨の日には、特に若い個体が水場を抜け出て、餌場を求めて、上流等の他の水場へ移動することがある。水中だけでもなく、短時間ならば表面が濡れていれば、皮膚呼吸ができるため、陸に上がり、 水辺の岸や、低地の上で、捕食行動をすることもある。食性は肉食性である。主に甲殻類、小魚、昆虫、カエルやネズミ、小型の鳥類まで丸呑みにする。特にカニやエビ、ザリガニなどの甲殻類を好むと言われており、地方名には、カニ食いというものもある。繁殖の際に皮を折り、外洋域の深海で産卵する。この点でうなぎと同様である。 卵から帰った大ウナギの稚魚は、レプトケファルスの形態で概要を漂いながら、成長を続け、全長5センチメートルほどのシラスウナギとなって、各地の海岸に現れ、川を遡上する。寿命は40年という記録がある。鹿児島県南部や南西諸島、台湾、中華人民共和国関東省、香港、ベトナムなどでは、食用や競争材にもされる。 中国や香港では、日本うなぎよりも、栄養や競争効果が高いと信じられているが、根拠は不明。また、うなぎより硬いために、ふみとされており、柔らかくするために煮込みにされることが多い。ごマうなぎ、かにくい、かにくいうなぎ、赤かうなぎなど中国では花なうなぎ、台湾では、鈴木きうなぎからすみみうなぎ、香港では、花金きと呼ばれる、熱帯性の種であるため、 日本の九州以北では目にする機会が少ない。1999年に公表された環境省レトリストには記載されていないが、大うなぎの生息地は各地で天然記念物に指定されている。これら以外にも各県や市町村レベルで大うなぎが天然記念物に指定されている場合があるため、捕獲には注意を要する。ありがとうございます。